ユージン・アンドリュー・サーナンは、アメリカ合衆国の海軍軍人、宇宙飛行士。ジーン・サーナンとも、1966年ジェミニ QA 号の、副操縦士、1969年5月アポロ1 0号の、月着陸船のパイロット及び1972年12月アポロ17号の船長として、合計3度の宇宙飛行を経験している。また、 ジェミ22号、アポロ7号、アポロ14号の核ミッションでは予備のクルーであった。友人はイリノイ州シカゴに生まれ、同州メイウッドで育った。1956年に電気工学で理学士を取得し、パーデュー大学を卒業した後は、パーデューにある海軍予備役将校訓練課程を通じて海軍将校に任命され、海軍のジェット戦闘機のパイロットとなった。 また、ネーバルポストグラジュットスクールからは、航空工学の分野で修士号を取得している。1976年友人は、海軍大佐及び NASA の職から退き、民間企業へと転出した。二度にわたって月旅行を行った宇宙飛行士は、友人の他に、ジムラベルとジョン・ヤングしかいない。また、友人は、 たった12人の月面歩行を行ったことのある人類の一人でもある。友人はアポロ15でガツ軌道を周回し、アポロ17号では月面着陸を果たした。アポロ17号の時はクルーのハリソン・シュミットと共に3度の船外活動で、延べ約22時間に及ぶ月面探査を行った。この3度の船外活動のうち最初のものは、 アポロ11号搭載のモジュール船外で、ニール・アームストロング及びエドウィン・オルドリンが活動した、時間の3倍もの長さに達するものである。この船外活動では、月面探査車で 35km 以上を走破し、月の成り立ちを解く鍵となる貴重な地質学上の標本を採集した。友人は、アポロ計画の記憶をもとに、ザラストマン、オン・ザ・ムーンを表した。 月面を最後に歩いた人物であったが、2017年1月16日、テキサス州ヒューストンで死去。82歳ボーありがとうございます。